STV 商品紹介コーナー、ジョースターさんとのコラボコーナーパート2。イエーイ、よいしょ、スタジオのあるこの場所、セレクトショップクルーズはヤフーショッピング内にお店を出店していて、海外ブランドを中心に150ブランド5000商品を取り扱っています。ぜひショップページもご覧ください。これはすごいですね。知らなかったんですけど、これは僕ちゃんタイアップしたいかなというね。カスタムチャリとかいっぱいありますね。そうありますよ。あれなんかすごいね、アメ車がありますね。今度 PV でちょっとね、よろしくお願いします。やった。出ていただけます？ごめんなさい、ちょっと他の方に例がいた。何人くらい？何人くらい？ちょっとまたこう、俺怖いな、何が言ったのにさ。いや、これ芸風ですから。まあ、BV 出てくださいよ。出たいです。ちょっとね、曲はまたさらに書き下ろしとかするんで、まあ、だけど、僕、知り合いのね、DJ の先輩で横浜にいるんですけど、その人たちみたいな車ですね。DJ5 っていうね、すげえやばいウエスタイの人なんですけど、その人たちが乗ってる感じですね。仲いいです。あ、じゃあ、仲がっちゃいますね。レイの声がしましたね。後ろからはどうだろう。あ、プロデューサー。びっくりした。僕はあと DS4W5 とかね、お友達でしたね。はい。まあ僕も。マクとかもうちの見ていて。そうですね。まあちょっとあれは他社ブランドになりますけどね。僕 DJ とかね、よく横浜で共演してましたね。まあボーイズコレクションのメイン DJ だった。アパレルは好きですからね。ちょっと今後のちょっとタイアップとかよろしくお願いします、ね。お願いします。皆さんは結構商品紹介してるんですか？結構してます。まあ、今日はだけどあれですね、キラつくものがありましたけどね。キラみんなが楽しみにしてるのがあります。皆さん光物が好きなんですか？寿司のネタとかそういう。あ、光3種食べます。乗り方が分かってきてる。いや、ボケですね、ボケ。だけど食事にも血液型で食事の手のつけ方とかいろいろあるみたいですよ。最初に食べるものとか、ね、絶対お味噌汁か。あ、お味噌汁、お味噌汁、寿司ですか？寿司屋ではお味噌汁、寿司屋お茶、お茶、人によって違うんですよ。まあ、だけど服のブランドもそうなんですが、服の選び方、着こなし方、あとは写真の撮り方も血液型が出てくるそうですから、インスタグラムとかでもね、本当にそうその自撮りのやり方とか、人によっては自撮りやるとかあるみたいな。さっき載せたのはここです。ちなみに大型はね、文章あんま投稿しないタイプが結構多いみたいなので、かなり頑張らないといけないかもしれない。なんかちょっと顔赤くなってんの。もしかして文章苦手かな、活字とか。あら、バレちゃった。まあ、それが正解かどうか分かりませんが、あなたの人生の正解を見つけてください。まあ、私たちはだけどね、商品を紹介しなければいけないんですが、どうですか、あの服によって血液型が分かってくるのなんか隠してますよ。なんでそれは隠すとこなんですか。武器なんじゃないでしょうか。はい、武器ですか、その。武器です。ちょっとあれですね、動画引っかかるんでね、気をつけましょうね。まあ、でも紹介していきましょうかね、まずはね、はい、1つ目の商品かな。はい、1つ目はスコッチ&ソーダニットラニットラガーシャツです。ニットラガーシャツ、ラグビーの感じですね。そうですね、これですね、すごいニットですね。ニットこちらです。かわいい。もうだけどあれですね、サイズがちょっとデカめなんでね。そうですね、フリーサイズ的な。欲しい、欲しい。こちらはですね、オランダアムステルダムで誕生したメンズ&レディースブランド、スコッチ&ソーダです。アンティークなミシンのロゴは、ブランドが持つヴィンテージを軸としたモダンなムードを象徴しています。ブランドコンセプトは、ヴィンテージ&カジュアル。海外ではニューヨークやロサンゼルスでも直営店を展開し、ロンハーマン、フレッドシーガルなど、有名なセレクトショップでも取り扱われ、アメリカも、
アメリカ国内でも大きな反響を呼んでいます。アメリカンヴィンテージ、オールドスクール、ロック、サーフなど様々な要素を取り入れ、クオリティの高さで注目を集めています。日本人のファッションも取り入れやすいデザインとか豊富なブランドです。いや、すごいっすね。何やってんの。ね、商品紹介の文字がすげえめちゃくちゃ難しい字がありましたけどね。カタカナいっぱいです。アメリカンヴィンテージで、まあね、ラグビーをしているというだけで。ラグビー興味ありますか？見てました、ワールドカップ。例えば、ラグビーの選手の名前言ってください。コローマル。どうえそうですね、日本代表には五郎丸入ってませんので、いなかったですね。いなかったです。してんですか。マイケルリーチ。リーチマイケル。リーチマイケル。まあちょっとね、座っていただいて、そろそろ会場のリーチ。まあ、だけどね、会場のリーチが上がる前にまだいけるというわけで、ドンマイケル、うまい話ですね。まだいけるというわけで、大丈夫ですか？リーチまだいける、まだいける、ドンマイケル、あれ、話が上がってますね。リーチまだいけるってことですね。まだいける。続いての商品紹介したいですよね。はい、行っちゃいましょうかね。2つ目はですね、カンゴールのパワーハッチングです。うわー、パワーハッチングです。1つ目のこの商品、ニットラガーシャツのお値段が税込み1万2100円で、ちょっと安いよ。高めではあるんですが、あったかそうですね。欲しい、欲しい。最近寒いですからね。すごいあったかそう。ぶっちゃけ似合ってますよ。似合ってる、できます、こういうの。ちょっと多分ね、街とか歩いてたら、おってなりますよ。この人なんかやってんじゃないかな。これタレントさんかな、なんかやってんのかな。幽霊とね、遊んでるのかな。やっちゃう。そういうボケですね。はい。じゃあ続いてのものですね。カンゴールのパワーハッチング。こちら、英国で1977年に創業、ハッチングの代名詞とも言えるブランド、カンゴールです。パワーハッチ、メッシュハンチング、タイルハットなど、様々なシット商品を販売し、名物ともにナンバーワンとなりました。ミッシー・エリオット、LL クール J などのアーティストやサッカー界のロナウジーヌなども愛用しています。名前の由来はカシミア、アンゴラ、ラムウールの3つの原材料の単語の組み合わせから来ています。現在も国内の芸能人とのコラボ商品が多数出るなど話題を呼んでいるブランドです。だけどこれなんか仕込みじゃなくて似合いそう、方がわかんない、似合いそうですね。これが前、ね、それ前の姿勢かっこいい。これが前、そうハンチングだけど、そうそうそう、え、こうだよね。そう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 、かっこいいんですよ。カンガルーはこれがね、前なんだよ。まあ、ちょっとサイズが頭がでかいかもしれないです、ね、あら、私頭でかい。だけどそのまま乗せて乗せる、あの、敬礼したらいい。結構伸びません、グッて入れる、伸縮、そうそうそう、伸縮するんで。たまんか、だけどなんか顔に合ってますよね。これでこれで静かおさめな感じで完成しましたね。これ私あのマークでずっとカンガルーカンガルーって言ってて、はい、カンゴールなんですね。そうですね、そうなんだ。カンゴール、カンガルーをカンゴールっていうの結構有名なブランドですね。結構有名ですね。はい、こちらがですね、お値段が税込み6600円です。おお、お安いじゃない。安い。アンゴラよ。私顔の質で似合ってますね。似合ってる。顔の質で似合ってる。ちょっと一回かぶってみて。あ、これでほら、あのモスバーガーとかいたら、ね、あ、いる、いる。あ、モスバーガーこれでやっちゃう。そうそうそう、毛が入るよ、毛が入る。あのクラムチャウダーとか飲めそうですね。あ、この感じで。あ、飲みなさい。クラムチャウダーのリアクションおかしいな。ボケに対応できるの。NC で今のカットしてください。カットはないの。カットできません。させません。まあクラムチャウダー美味しいですし、今のギャグも美味しいですよ。かわいい。笑ってんじゃない。俺プロの MC で大丈夫だな。続いていきましょうかね。はい。続いてですね、こちらピュアデイズシルバー925のピアス。あ、ピュアな感じですね。ピュア、かわいい。こちらね、あの、置いた瞬間ね、女子がね、何それって見に行った瞬間、みんなでやったと思う。気になっちゃってますね。ちょっと前の方で見せてみてください。私も光の前の方で、前の方で見せてください。こちらですね、キャッチを使うとワンパッチで止められるピアスに、
小さなハートのチャームが揺れ動きます。このチャームを取り外すことでデイリーに使える秋の粉やデザイン、大切なあの人へ、自分へのご褒美にギフトにもおすすめです。いつまでもピュアな輝きを保てる宝飾用コーヒーにロジウムコーティングしていますので、シルバー特有の変色も防いでいます。すごいですね。キラ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 。これであれですね、錆びない女になればいいってことですね。錆びませんよずっとキラキラ、はい、そういうことですね。全然聞いてないですけどね。聞いてるよ。だけどあれじゃないですか、2人あの耳のピアスじゃなくて鼻ピアスでもいいんじゃないですか。そうやるんです。こうやってね、こっち美味しいっしょ。そのままあれじゃないですか、ね、脳みそにピアスしててもいいですよ、ね、ハンニバルレッター、ちょっとあのバラつきが出てきましたね、ピアスの中でもね。全然ピアスはできないということですね、はい、だけど欲しいですか。私欲しい。皆さん欲しいです。欲しいね。私イヤリングなら欲しいな。まあ、俺ピアスなら塞がっちゃいましたけどね、昔ね。ゼロゲージとかやってましたけど。ゼロゲージ。ちょっとやっぱり体に傷つけるのはダメかなと思って。ポキちゃんですみたいな。すみませんね。YouTube ネタが出ました。どうでしょうか。かわいい。もうちょっとリラックスもしてください。かわいい。かわいい。これ遠目から見てもキラキラしてるから目立ちそうですね。このね、ライトが当たると余計キラキラしてね、すごい素敵。これからクリスマスシーズン、女性はね、モスバーガーでチキンを食べながら輝きあるクリスマスを過ごせると思いますんで、そのテイストでこのピアス、ワンテイスト加えてみてはいかがでしょうか。それでしょうか。はい、ありがとうございます。笑ってるじゃん。こちらですね、お値段がですね、はい、税込み5500円です。おー、お手頃ですね。お安いよ。びっくり。まあ、そうですね、モスチキンがね、10個分ぐらいですかね。皆さんの仕方、ケンタッキーじゃなくてモスなんだって。そうですね、俺モスチキン派なんでね。凝ってるよ、すごい。揺れるの。洗濯機とかケンタッキーとかね、どっちでもいいですよ、来ててくださいね。ファミチキでもいいですよ。ファミチキがいい。ファミチキになっちゃいます。ありがとうございます。はい、で続いてはね、まだありますね。そう、最後です。はい、最後ですね。はい、最後はですね、ディータのサングラスです。あ、サングラスね。はい。いや、いい感じですね。似合うんです。じゃあ私が。まあ、そうですね。私がやる前にね、俺がちょっと乱入してね。ちょっと待ってて、ね。まあ、ちなみにアメリカのハーフなんでね、絶対似合いますね。はい、鼻が高い。おはい、どういうことなんだ、ね、どっかのヤンキーみたいになってましたね、はい、僕はちょっとあれ鼻がね、ちょっとあれなんですね、加工してるみたいな感じになってますね。高いですよね。まあ、そうですね、アメリカとかフランスとかね、あと宇宙人のハーフなんで。あれ、宇宙人が一人いますね。はい、決まっちゃってますね。こちら1996年にアメリカのロサンゼルスでスタートしたマイウェアブランドです。意図的にブランドロゴを目立たせないようにすることによって、よりスタイリッシュなフレームとなっており、ディータを身につける人が統一感のあるバランスのいい着こなしができるようになっています。ディータのフレームは最高級の素材を使用していて、ハンドメイドで日本で作られています。人気が出た後もクオリティの追求に余念がなく、素晴らしい前ウェアを作り続けることを目的としている高品質な前ウェアブランドです。国内外でもミュージシャンやセレブリティに人気があり、数多くの著名人に愛用されています。はい、では、まあ、どうですか、つけた感じ。いいですね。いや海辺にいそう。うん、めっちゃ似合う。いや、だけどあれっすか、これはだけど都心とか世田谷歩いてたら完全に職質ですね。あの上着にあの毛皮のなんか青だけ欲しい。あ、どっかの番組の叶姉妹みたいな感じで。もうね、雰囲気とか動きとかね、白いマンデー強くなった雰囲気がありますね、ちょっとね。強く、確かに強くなりましたね。だってざっくりとね。でもそれ確かつけ心地めちゃめちゃいいやつだよ。いいよ、めっちゃ鼻も痛くならないしね、めっちゃいい。これでモスチキンを食べたらちょっと怪しい人ですね。でも多分値段聞いたらちょっとはっすぐそんな食べれなくなりますよ。いくらですか。税込み6500円です。高い。あはは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 はハンバーガーの汁は飛ばさないね。こんな拭いたりできない。できない。さすがのメーカーですね。こういう商品もクルーズ TV のね、クルーズのショッピングサイトに売ってるということですね。
どうですか、あの今年一番の買い物で、あのサングラスどうですか。ちょっとみんな引いてる。なかなかの、ね、なかなかね。なかなかよ。今年はちょっと自粛モードもあったんでね、買い物もなかなかね、自粛中ですね。買い物は行けるけど、ね、ウィンドウショッピングになってたら、ね、そんな時代なんですけどね、僕だけヒカキンのそばを買ってすいません。回してますよ。いや回してはいないですけどね、まあ、あのなぜかのソファーね、70万円って高いですからね。10個買えますね。無駄。そうですね。俺多分買えると思いました、ね。1、2、3、4、5、6、7、8。いらなくなったらここにね、日焼けのソファー。あ、やったー。それでできるの。この4人にうちから出してもらわなきゃいけない。ありがとうございます。一回通らなかったんだね。じゃあ送料もらっていいですか。送料が高かったですね。2万4000円。はい、そうよ。配送業者が、すいません、中に入れられないんで、手前に置いときますとか言いやがってね。それ昨日配信してましたけど、一人で、ちゃんと中に入れました。すごい。僕の YouTube チャンネルではあのソファーが2台ぐらいね、本当2階まで上げるのもう1台大変でした。2階まで、まあ、昔ラグビーやってたんで、結構ラガーな感じでね、僕はドーンってやりましたから。どうですか、インテリアとか家具とかそういうの高いのあんま買わないですよね。買わないですね。あんますごい趣味じゃないのね。俺もあんま買わないですけど、なんかちょっと YouTube 映えで買っちゃいました。インスタ映えがあるので YouTube 映えとかね。映え大事、映え大事。なんか映えとかどうですか皆さん。映え、あの映えじゃ、なん笑いすぎでしょ。映え説明したら、じゃあ全然カットで。映え説明の従ってる人が一人いますけどね。私映え苦手なんですよ。あ、そうなの。逆に聞きたいなって思った。映えどうですか。私も苦手です。そうです。この二人映え、そうですね。映えてないよね。映え写真。ないよね。あんま撮らない。インスタ映え写真。インスタ撮らないですね。あんまりやってるけど、あんまり載せない。なんか女子とかよくご飯撮るじゃないですか。あんまりしないっす。なんかしない。いただきます。違う、これが血液型が出てるんですよ。やっぱご飯撮る人とか、あとカフェで自分を撮らないでカフェの写真に上げてる人は、それはやっちゃうかも。結構 A 型とかそっちの方が。 O 型とか絶対やんない。 O 型はね、やんないですよ。載せるために頑張って写真を撮るんですよ。そう、俺はちなみに頑張るんだけど、あと文字を入れないですよ。大雑把なんで写真だけ投稿すればいい。使い方がね、結構血液型であるあるんでね。こういうファッションの時は、まあ、どうにかね、タイアップだったらどんどん投稿しようかなって。どうですか、映えの説明したいんですか。私ですか。あんま、SNS はどうですか。生えてないですか。生えてないです。ネガティブな引きが強い。せっかくこの2人でポジティブな話をしてるんで、ポジティブ。どうですか、しろさん。やってそうなイメージですよ、ね。一番弱いですか。でも なんだろう、なんか周りの真似ってるだけですよ、私。あ、真似。でも大事だよね。まああれですね、IQ とかね、アイデンティティとかもね、あの霊的なものからもらってましたからね。難しい。カンペをね。カンペだって飛んできたんでしょ、カンペ、ね。ピアノだったんです。霊的なものだね。アセンションしなきゃダメですね。あの高次元にこうね、自分は高みをこう見てくんだみたいな。あんまどうでもいいんですか。二人は高みを見てないですか。あ、じゃああれですね、なんかこういう高級品が来るとびっくりしちゃうタイプですね。しちゃいますね。壊したら大変だね。壊れないな。練習できないからね。そうなのよ。切実な話ですよね。彼女紹介はしてますからね。このショッピングサイトゲットしていただきたいですよね。ぜひぜひ。最後にトークしていきたいですよね、雑談で。はい、あの最後にどうですか、あのジョースターコラボで皆さんコラボしました。やりやすかったですか。楽しかったです。楽しかった。止まらない MC ですからね。いやすごいなと思ってね。これ最初の打ち合わせでは止めようと思ってたんですけどね。喋り出したら終わりですね。それでも楽しかった。印象どうですか。僕キラキラしてますか。喋ったら、喋んないとネガティブですか。え、
ネガティブなイメージじゃないな、まあ、キラキラしてるけど、はい、奥そこになんか闇持ってそう。いやるそれはね、だからいやるヒカキンのソファーを買ったのに、メーターセンチを無理して入れちゃえばいいじゃんって入んなかったんですけど、それが闇。実はね、79センチソファーだったんですけど、部屋 の入り口のサイズが74とかなって、これ実は、皆さん服で紹介してますけど、ソファーも海外サイズっていうのがあって、それを配送業者からは、この人間違えて買ったんじゃないかっていう目で見られましたね。だけど、ラガーシャツは結構アメリカサイズですよね、だからね。本当に欲しい。だから多分、皆さんもね、こういろいろ活躍している中でこう、アメリカや海外の服を着こなせるという、ね、感じが今見えましたからね。さっきの看護力とか、それ似合って、わざとあれですか、顔質で。顔質で。いや、顔質でなんか似合いますよね、この子ね。そうそう、だからそれでかぶってちょっと決めポーズするとインスタ映えとかね。あ、落ちちゃったら映えですいや、逆に言うと狙うんですよ。笑いの神が落ちてきましたね。さすがですね。まあ、ちょっとだけジャンル分けがね、今日ちょっとコラボして分かったから自分が分かりましたよ、皆さんね。運動して、あ、自分ってこうなんだってね。A 型だったらこういう SNS やらなきゃいけないとかね、いろいろあると思いますよね。もういろいろ理解を深めていろいろ聞いて、ずっと喋りっぱなしですので、ね。ありがとうございます。まあこれどうですか、商品紹介で最後に、告知とかあるんですか。告知はもうこれ言って終わりです。あ、そうですね。というわけでまあね、ショッピングサイトを見ていただけたらという形でね、はい、またクルーズ TV でもたくさんのショッピング紹介をしているというわけですね。まあ、いろいろチャンネル検索すれば見れますよね。見れます、見れます。入ります。まあ、一回スピリット祭りではね、皆さんのコスプレの方を、チェックメイトしていただきましたが、またあれをシェアしてね、再生数が上がればいいんじゃないかなと。お願いします。うちのペルシャ。ちょっと頑張ってますね。楽しまいっぽくなってますけどね。新キャラ新たな改革ですね。改革しました、この人。まあそんなわけで最後ザクロンさん締めていただき終わりにしたいと思います。はい、さて、はい、そろそろ商品紹介コーナー終了の時間が近づきました、はい、この番組は YouTube チャンネルクルーズ TV 内の一番組として配信しています。詳しい放送時間につきましてはクルーズ TV の Twitter もしくは番組開始前の番組詳細見てご確認ください。その他、クルーズ TV の情報は随時クルーズ TV の Twitter でお知らせしておりますので、ぜひ Twitter のフォローと YouTube のクルーズ TV チャンネルのご登録もよろしくお願いいたします。